アウグストガウルはドイツの彫刻家である。動物を題材にした彫刻作品で知られる。ヘッセン州のグロースアウハイムで石積み職人の息子に生まれた。銀細工師の工房で見習いをした後、1884年からハーナウの王立絵画学校で学んだ。絵画学校の彫刻の教師に才能を認められ、1888年からベルリンの彫刻家。 アレクサンダー・カランドレリの工房で働き、ベルリン工芸美術館の学校の夜間コースで学んだ。1890年にベルリン動物園の無料チケットを支給されて、早朝から動物のスケッチを行い、1894年からはベルリン美術アカデミーの動物画家とした知られるパウル・フリードリヒ・マイヤーハイムに学んだ。1895年から彫刻家。 ラインホルト・ベガスの学生になった。ベガスの下で、ベルリン市役所の記念碑の中の4体のライオン地蔵の、うちの2体をクラウスと制作した。アカデミーから賞を得て、1897年から1898年に、イタリアに留学した。ドイツに戻った後、ローマのヤギの彫刻で評判を得て、1900年のパリ、万国博覧会にも出展できることになった。 1898年に結成されたベルリン分離派の設立メンバーの一人となり、1902年から理事とした活動した。分離派の事務方を務めた有力長老のオーナーを通じて有力なパトロンの支援を受けて多くの作品の依頼を受けた。1908年からアカデミーの教授を務め、1919年ベルリン国立美術館の 購入委員会の委員も務めた。ありがとうございます。